宇宙人探偵大泉洋学一高校講義大泉エッセイ宇宙人探偵大泉洋学一高校講義テレビラジオ舞台映画歌エッセイとマルチに活躍するタレント大泉洋を語るすべ探偵大泉洋写真集探偵は写真の中にいる2013年4月26日発売予定探偵楽しみだ生で見てきたら普通にかっこよかったんだなれだついに出たらライブをくれた40歳おめでとう大泉さん不惑の年おめでとう相変わらずすべての悪天候が先生のせいにされてますなあの目つきは一体寝不足かなあのスーツも似合わないというかすごい老けてるね現職の方が似合うよ大泉さん誕生日おめでとう祭りはまだこれからベトナムで盛大に祝ってもらってきてくださいあれ40歳生誕祭ツアーっていつからだったっけ今日一押しに出てるけどあの姿格好がサイコロ3000点の姿から髪型から格好がまるっきり同じなんだけど大学生の時と40歳になった今見た目あまり変わってないことは奇跡かも見てきたシェアハウスでも似合うのといまいちなのあったもんな服の色大泉ってああいう掴んどころのない女の子大好きだよね奥さんも仕事はできて頭も切れるのに相当なふわふわ系というギャップがあったから付き合って結婚に至ったんだろうけど天然系の女優さんとかタレントへの行為丸出しは変わらないフォト代9代の感謝文もありがとうねとか娘にごめんしてとか今は自分の誕生日より娘ちゃんの誕生日が大事かもしれないどうでしょうハンナそこを狙うか放っておいてあげるかは本人以外のみぞ知るだそこだけは放っておいてあげてほしい娘ちゃん誕生日娘さんもおすすめ2歳かあっという間だね娘ちゃんの誕生日にある年から問題なさそうなのは今年だよね3歳以降は本人も覚えてるだろうし1歳は初めての誕生日だったしダヴィンチ面白かった嬉しいのコメントは毎回言っとくるなだから早くうまいもの食わせろって意味としてもらダヴィンチも悪中でも表紙はいまいちだけど中身は良い古澤さんとの対談が一番読み応えあったゲオに置いてあるの両冊子ヒロシちゃん表紙ですわよ新作情報 KTKR 旅に出るのは今月大泉はスケジュールを12日間抑えられているこれは海外だね小猫助新作はやっぱり海外かなスケールでかそう探偵 PR も始まってる中で12日抑えるどうでしょうさすがだな他の NACS ファンも混ざってるんじゃね大泉はスタッフに顔覚えてもらって的などうでしょうは嬉しいんだな探偵番線と合わせて殺人スケジュールになってるか量産もディジンもミスターも無理しないでほしい探偵番線で過密スケジュールそうなのに本当に旅に行くのか逆に今しかないのかもな先行上映終わって舞台挨拶はしばらくない GD やだしはまとめて済ませておけるとドレッサーも近づいてくるし他の仕事もありそうだしな今更だけどダヴィンチ足立先生との対談ももちろん良かったけどやっぱりディジンのコメントが嬉しい愛されてるな最近ずっと俳優大泉モードだったのに新作が見たくなったよドレッサー広島主幹に公開までの合間で休めるといいけどなだから試写会少ないのかな今は映画に専念してほしいぞ舞台挨拶付き試写会って一の時そんな多かったの通常の試写で口コミ広まった印象だったけど公開1ヶ月以上前から福岡北海道と回ってまだ専念してないってのもどうかな4月9日火曜日しばらく旅に出ます3年ぶりの旅でございますちょっと遠くまで行ってきます場所は分かっても何を見舞いされるかわからないからねまたヒントの写真フォトに上げてくれるかね情報サンクスゲオに行ったら情報誌探してみるまだダヴィンチ買っただけで中身見てないけど確かにちょっとそんなに表紙の写真にそそられない感じかな一昨日ふと思い立って探偵1くらいにプラチナタウンくらいまでの雑誌の切り抜きを整理してみたんだな自分は幸せのパンプラチナタウンあたりのビジュアルが好みだなと思ったもうちょっと髪が伸びたかないい感じかなそれにしても今頃どこの空の下かねえかっこ笑いそれにしても今頃どこの空の下かねえかっこ笑い何の誤りもないんだけどすごいかっこいい表現で笑えるダヴィンチ拍子は今一だけの中の写真は結構いいなぜ 8P みたいに撮れなかったかと言いたいおお本当だしょうなに 8P の写真これ拍子にすればよかったのにそういえば探偵写真集の表紙もアマゾンに来てたけどあれもかっこよかった写真集発売楽しみだわダヴィンチの表紙はひねに騙されてる時の表情だねエッセイ本出来上がったのギリギリなんだね旅に出る前に本人の手に渡ってよかったよ19日となると帰路の飛行機くらいには乗ってる可能性もあるかまさに旅の大詰めあたりかドレッサー確保したいなベッジは見れなかったから今回は何としても見たいな軒並み FC 先行で参拝報告聞いてるから不安自分も平日に公演申し込んで落選箱が小さいからかな昨日の朝日新聞の広告にバシッとドレッサーと大泉のインタビューが載ってた僕こう見えてもかなりメンタルな繊細なので周囲の方にももう少し優しいリアクションをしていただきたいのですがなどと写真はバシッと男らしいのとおばちゃんっぽいのが載ってた今頃ブラジルのどこで痛い目に遭ってるんだろうかソース確認してないから何とも言えないが昨日出発地か経由地かゴールかはわからん季節外れだし南極にまでは行けないと思うけど南米は治安の面で不安なんだよなはてサインも知らないんじゃなかった経理が以前に教えないと予算は出さないって言ったから教えたら企画を意図せずばらすことになってあってそれから行き先言わなくても予算が出ることになって HCD の人は誰も知らないはずだよそれは当時は大泉にバレないようにしていたためであって今は大泉だって行き先も事前に知ってるから HCD 社内の人間だったら知っている可能性ない行き先知ってるってのはどこ情報行き先初日にあちこちで見かけたよサインが FD でって話だけど旅客ないしそもそも一箇所じゃないかもしれないし企画バレしたからといって全く楽しめない番組じゃないんだから別に気にしないけどね視聴者にバレても大泉にさえバレなければいいんだよどう転んでも大泉がぼやくのは間違いないからなまだあと1週間は帰ってくれないんだからより考えても相当な7丁場だな来週の33どうすんだろ収録だとしたらテーマ紹介できないよなあの店って桜井のでしょそれは企画発表の出た日の途中だったから本人が知ってただけでしょロケから帰ってきてそのまま収録かっこあるいは生放送とかなのかねきっと2週分は収録していく暇なかったんだろうね飛行機が遅れてたとか言ってたし桜井のお店の人のブログに写真付きで高知に行くそうですって載せちゃったんじゃなかったっけ？ん？なんかおかしな表現でしたか？そうそうスチールとはいえ送らなかったように出演ってことはやっぱ大先生ゲストで呼ばれてんのかな犯人役でいるかは先生との対決なんてなったら心躍るけどドラマ撮影できるとしたら探偵に宣伝と舞台稽古の間にぶっ込まれる鬼スケジュールだろうからそんなんちゃはさすがにないか旧社長嫁さんシスカン P マキシ&マガヤ P 水22 P 敏腕系の業界の女性に好かれる素養でもあるんだろうかと朝日新聞ドレッサー広告インタビューにて思ったエッセイ本発売前に重版決定ってすごいねマジですか福山 VS 大泉めっちゃ見たい最終回復地からもしくはいや事前に知ってるってあったから旅に出る前に行き先を知らされてるっていうことかと思った放送前に行き先を視聴者が知ってるって話ねごめんごめん出版イベント来たせめて来月にしてくれたら調整できたのに当たったらの話だな応募する人がんだれ出版イベント参加してみたいんだけど旧の参加条件見たらエッセイ本購入者ってなってるよねでも開催書店の HP に飛んでみたら4月16日から4月18日までに対象商品を購入した人に抽選券も手書いてあるエッセイ本の発売日って19日だよね16日から早売りしてるってことそれともエッセイ本じゃなくて違う関連書籍かってことなのかな旧の本か早いとこだともう今日から店頭に並んでるらしいよマジか今日仕事早く終わったら店電話して売ってるの確認できたら買いに行こうかな神奈川だから本館に行くためだけに池袋まで出るの面倒いけどせめて土日までやってくれたらいいのに発売日は北海道沖縄で書店に並ぶ日なんだってさだから東京は今日から並べるところは並べるんだとなるほどだからジャンプも火曜発売日で土曜くらいに早売りしてるんだな有名の新シリーズまたあるんだね奥さんも仕事復帰してるのかな大泉が同じ役で特別出演とか面白そうだけどエッセイ変えたこれは本当に外では読めないな構造の俳句知ってたのに笑っちゃうし夢の話にパグッと来てしまうしまだ数十ページなのに天才だなと思ってしまったエッセイ監督どうバカな自分は書き下ろしパートでマジ泣きしたしかも今現在新作の旅真っ最中だし大変だと思うがこれからも頑張ってくれどうでしょうについては他の3人とのスタンスの違いを理解してるところがいいんだな
そこなのに書けないというか、自分はやっぱり桜の意識で涙が出てしまった。つまり身内のこと書かせると威力すごい。エッセイ海太郎はアットマーク大阪梅田。これから読みます。これから読む人もいるので、ネタバレはなしでお願いします。誰もネタバレはしてないけど、どっちにしろ北海道沖縄の発売日である19日になったら解禁でしょ。ICCH に乗ってたやつ。改めて読むの楽しみだな。見てないけど、衣装カズラのまま現場を覗いたって話じゃなかった。三上さんの映画の無断出演で散々怒られたって言ってたからそう簡単に出ないでしょ。書き込んだ後でアットマーク2を遡ってみたけど、やっぱり乱入したことしかわからなかった。文字通り現場に乱入、人中見舞いしたってことだったんだね。レスありがとう。弟沖縄出身の女優がラジオゲストだった時に話してたな。秀吉の面のまま言って出れるわけがないさ。トークイベント狙ってる人は抽選券配布今日までだから忘れんなよ。まだ慣れてるのかね。ありがとう。サンサンで話してたんだ。自分その回聞いてないから乱入しか知らなかったのか。今日で旅10日目か。そろそろ帰ってくるな。高チャンポーでエッセイ買ってきた。長いお日々を過ごしているかもしれない。エッセイ本旅先に持って行ったんだよね。今日休みだったから大型書店を何店舗か回ってやっと買えた。どこもかしこも売り切れでない来なかった。買えないんじゃないかと思った。反則 DVD 流してるところはたくさん入荷してるんだろうな。トークイベントって何人くらい当たるんだろう。M が倍率低いって書いてたからな。立ち見で200くらいか。私の件は昨日の昼で980万台でした。4月26日の朝一に出るらしいですよ。期待してなかったけど、エッセイが意外と面白くてびっくり。エッセイ自分は期待してたけど期待以上に笑えて泣きそうになった。書き始めたばかりのものからしてきれいな、あるし書き下ろしも優しくていい。さすが好感度7位の人だ。一押し。と思ったら NHK か。地方でも見れるね。エッセイ発売日に雪降ってるとか言われてて笑った。すげえ、それはるき声だわ。どん、早速予約した。朝一も探偵のプロもなのか。特選、エンタってコーナーかな。どうでしょうの旅から帰ってきての初ライブか。楽しみだわ。ミスター名の危険感じたって。一体どこをどう回ってるんだろうな今度の旅。放送いつになるかな。放送は秋冬くらいじゃないかな。また祭りで第一夜をみんなで見るかな。無事で何より、4月26日の朝一、録画予約したよ。旅先の海外までは情報公開していいんだな。楽しみ楽しみ。全然海みたいに秘めとけなくな雰囲気にならなかったのかな。海外、長旅、車移動だとそういう空気になりやすいみたいだけど、今回はそういう旅じゃなさそうだね。逆に言えば、これだけ長く旅しててその程度なんだから全然問題ないってことでしょ。そもそも裏側にするより出てくるものをそのまま楽しみたいけどね。エッセイ読みなさいエッセイ。さすがバケ猫様。殺伐としてるからな。楽しいって人もいるからな。まだまだ煽ったりしてさ。本当にそういう人もいるの？殺伐を楽しむ。奥深すぎてもうわかりません。今日のサンサンって生かね。さすがに収録かな。調子率すごそうな気が。この流れでそう言える純粋さを大事にするといいよ。今日は生かな。エッセイの反響についても聞ければ楽しそうだ。自分もこの流れでどこが殺伐なのかわからんです。まったり良い雰囲気だよね。SK、カメスマン、ソースありがとう。何はともあれの大朝一には間に合ったな。祝福ムードに水を差したい人はどこにでもいるからね。負け猫を褒め言葉か何かとでも思っとけばいいんだろう。見てないけどついによるとエッセイ描写が出題された。描いた足立先生を当てる問題だそうだ。大泉エッセイ本の表紙を描いた人は、って問題で出たのね。興味持つ人いておかげになると嬉しいな。そしてアタッククイズじゃなくてアタック25だった ORZ。もたもたしてたらかぶってた。明日からおにぎり時だし、興味ないはゆっくりしてほしいな。サンデーあるから難しいか。おにぎりだから短期間だろうけどまた旅かってなりそうね。期間時の娘ちゃんのリアクションの表現には笑ったけど雰囲気はわかる。ドレスは楽に当たってしまった。びっくり。おめでとう。平日しか申し込んでないのに当たらないよ。おめ、楽しんできてね。フォト代更新されてたのか。どん、楽しんできます。レポできるようにしっかり見てくるよ。まだチャンスはあるよ。見に行けるように乗ってる。企画はある。出版イベント当選した。こういうのあんま当たったことないからめっさ嬉しいわ。当選210人みたいだね。最前列ってええかな。それとも一番って番号。今回のどうでしょうの旅で、ミスターは大ジャニでも出くわしたんじゃないのかな。今日も会長の僕個人は、ってところが引っかかる。ヘビ、大嫌いそうだったから。大泉とはあんまり関係ないことだけど、サンデーでもミスターの声真似で話してたね。前回みたいにまた悪人たちが組んで何かを、フジアンのコメント見てももしかしたら秋の祭りに許可があるかな。自分各選考ことごとく外れてる ORZ。今最後のエントリー結果待ちでこれも外れたら別に続きまた見れないかも。出会ってくれないかな。ピアでなんとかドレスはゲット。先着順で助かった。おめえ、ピア全然繋がらなくて。ようやく繋がったと思ったら販売終了だったよ。ピアなんか11時0分台で S 席全滅じゃなかったか。普通に取ろうとしたら無理だねあんなの。3回の最後列だけど、かっこ A 席。見られるだけで十分です。5月12日日曜洋画劇場特別企画、探偵はバーにいる。朝1でもいじり倒されてたな。ボロチ年表とか、テンパーのアップとか。やっぱり気になるんだけど NHK であの扱いはどうなの？正直あの年表は露骨すぎて笑えなかった。ちょっと調子に乗りすぎじゃない？自分は別に気にならないし、苦情は NHK に言えばいいよと思うけど、スタッフにどうバカでもいるんじゃない？大泉のって自分が不自由になったつもりみたいな。でもなかなかあの人らの真似はうまくはできないんだよね。NHK さんよりファックスで大泉さんをいじり続けたファンたちに笑ったわ。そんなに気にするほどかな。NHK での扱い、むしろ他の番組でも共演経験のある命ない MC でお互い気やすかったんじゃないかなと思ったけど、年表内のところは結構まともにトークしてた印象だったんだな。本人もうどわなに本の朗読してもらえたのすごく感激してたみたいだし、NHK での扱い、前にスタジオパークに出てた時に、大泉の人気のすごさに NHK は驚いたらしいからね。あれはあれで NHK なりの最大のおもてなしだろ。そそ、スタパの時はすごかったよね。料理もしかし、大泉と客のりというか一体感が半端なかった。途中でニュース解説みたいなコーナーがあるけど、大泉の料理で盛り上がるスタジオの音が漏れ聞こえてた。朝一のフリップは、どうバカスタッフが頑張った感じだった。それより、どうでしょうの新作が楽しみ。どこで何してきたんだろうね。スタパすごかったよね。料理の香りも漏れてきてなんとも楽しかったことを覚えている。念頭ごめん。以前から NHK にはどうバカな、いたからで今更という感じ、どうにかた。ま、NHK だけじゃないけど男性や業界人にファンが多いのが強みではあるよね。料理は難しいからよほどでもある人じゃないと今回みたいに気になる人がいるのは仕方ないね。自分は本人が楽しそうだったから見てて楽しかったよ。どうでしょう羽生みたいなもんだし、タレントとしてすごい切り札という課題さんだよね。だから料理楽しく見れたよ。命と有働さんがギラギラ突っ込む司会じゃないからちょうどよかった。そういえば大泉が相談されないって言った時有働さんがいないそうだったのはなんとなく嬉しかった。人柄については信頼感があるのかなと思って、今日の日曜洋画劇場はナビゲーター、ちょこちょこ出るのかな。バイオハザードはあんまり見たくないけど、出てたね。僕また出ますって言ってたよ。しかも来週も出るとは、バイオハザードと大泉に合わないよ。言えるね。今日はトークショーか。風高いだかは治ってるんだろうか。どうしてもガリレオで大泉が見たい。フジテレビさんお願いします。さらに続編なんて言ったら連作つきてとんでもないシナリオになってるかもしれないよ。下手したらどうネタ満載という危険な賭けになるよ。福山とは仲良いし同じ事務所だし、普通に犯人役で出演依頼が来てもおかしくないような。シナリオ云々言い出したら、ただしどうでしょうネタはもううんざり。いやでもなかよければ大ヒット作品に出してもらえるかったらそんなことは。福山本人が犯人役やもう一人の天才物理学者でもいいって言っててもオファー来てないんでしょ。バーターならもっと若いのかビッグネーム使うだろうし、ついではトークショーのレポが上がってるね。絶好調そうで何より、綺麗、すまそう、探偵はバーにいる。大泉博士、自身のエッセイが村上春樹声に満面の笑み、最近ツイッターの方が情報早いからね、トークショー行ってきた、簡単に過剰書き。足立みつるに表紙を書いてもらうためにはいろ、かっこ DVD を送りどうでしょうファンにした。ニッタ風に書いて欲しかったな、本人そっくりに書かれてみつるにはがっかり。エッセイは有名芸能人の悪口を書いていて削った箇所もある。昨夜は食べれ魔獣のロケだった。次回作は官能小説。エッセイ2段は金次第。増刷分は毎回ちょっと内容を変える。客通りかっこ子猫ちゃんに覚えてる感じだとこんなところかな。終始笑いが絶えない良いトークショーでした。ただ痛恨の極みでなよってちょい遅れてしまい開演前にあったらしい DVD 上映が見れなかった。誰か内容を知ってたらプリーズ。もう7万部も言ってんのか。レポありがとう。盛り上がったようで裏山。おーありがとう。ネットニュースももう出てるけどチョイスする部分がそれぞれ違うからね。官能小説のくだりは質問コーナーで来場者の子猫ちゃんからの次は何に挑戦したいですかって質問だったんだけどね。日焼けしてた。顔色悪いんじゃないよね。さすが客通りまでうまくこなしますな。朝一ではそんな日焼けしたイメージなかったけどメイクのせいかね。ただ暖かいところ行ったのは事実。
芸能大泉洋、次回はぜひ官能小説で16年越しの初エッセイに考え、大泉エッセイに僕が綴った16年、発売前重版決定イベント、村上春樹の嫁、池袋ビブロが力入れてくれたおかげだな。でも7万部は最大瞬間風速としてのお見事だよね。麦これの動画も上がってた。マジで春樹超えたの。だったら、すごいね。先生、Amazon のランキング1位になってる。本の中で最も人気のある商品です。探偵が公開されれば話題になってまた売れるかも。うまくいけば一桁違いまで、かっこないない。いやーよく評評された尺度は、スッキリで見てくそわろうか。みんなで全国回れるよ。10万部は余裕で超えそうだね。まあ、たで稼ぎに来たな。全国バラエティは、ピカルテケポンのためしか。だけかな。あと数本あると嬉しいんだな。今日は特段だったね。小倉さんの中で大泉は持ち上げていい対象になったみたいだな。でも、かかりさんの言う、決してさんまさんのようなタイプじゃないってのは多分、うちわじゃないからじゃないのとも思ってしまうのだった。いきなり、黄金伝説。5月9日木曜は7時0分からの7時54分テレ朝、スラッシュ ABC、2モデルだし、見たことがないのでどんな番組かよくわからんのだな。先生は普通にしているだけで暗いテンション低いと言われることがわかった。ドレッサー当たった。7で大泉に入れる日が来るとは、ピカルに入れるんだな。全国バラは、ピカル、お試しか、黄金伝説、テケポンくらい。あとは生身モデルってつぶやかれてたな。探偵バーの CM をテレ朝で見たわ。ありがとう活用させてもらうよ。このうちのいくつかは自力で見つけたけど、全くアンテナに引っかからなかった番組もあります。お見事、サンクス、北海道じゃテケポンが別の番組で潰れてるね。振り返放送してくれるんだろうか。なんかならさそうだね。日経エンタのパワーランキングは男優9位、アイドルイケメンの中で異彩を放っている。今日は大阪で生出演ですか。相変わらず忙しいですな。事故です。VV アートキッチン VV かな。9日は富山県で10日は札幌前夜祭で11日は首都圏。これだけ頑張ったんだからそこそこのヒットはあるだろうな。あると思いたい。キッチン VV 違った。GJ、ありがたく活用させてもらうよ。いつもならすぐスキップするのにフルで見てしまった。あげるテレビ、明日の番組表に名前があるんだけど、何か問題が、旧公式は8日の予定になってるけど、実際は7日放送っぽいから気をつけないとってこと。失敬、日付が変わる前だったか。確かに、あげるテレビ、5月7日火曜13時58分から14時58分、フジテレビ、撮れてるな、花丸始まった。いいなぁ、まだ全部見てないが、VV はさすがに長時間番組だから途中から、といっても1時間はスタジオにいたかな。お疲れ様だったな。映画の宣伝も大変だよね。花丸でいろいろと喋ってたな。あちこちで見てる話が多い。情報出すの遅いよ。花丸見逃したら ORZ、時をかければ来週かな、再来週かな。出かける前にここ見ておけばよかった。ORZ、地方の人は特に急じゃなく NACS オフィシャル見ておいた方がいいね。なるほど。NACS オフィシャルあんまり見ることないからな。あとうちの地元局の情報番組に今日のさんと2人でインタビューで出てたけど、どっちにも載ってなかったな。火曜に芸能コーナーやってて映画の番宣から見てよくキャストインタビューしてるの。知ってたから決め打ちで貼ってたんだけど、さすがに今週分の予定は9話からまとめて発信してるようだけど、放送内容は変動しやすいからついや毎回あちこちチェックしないといけないね。探偵はあの公式 Twitter も合わせてチェックしておくと、なお完璧。ヤフー、テレビなどで検索するとか、今、各放送地域を大泉洋で見て回ったらおにぎりが何度か出てきて、本来の目的を忘れて嬉しくなってしまった。祭りの詳細は明日だっけ？もちろん情報収集しましょう。明日はピカルか。木曜はテレ朝の番組に出るみたいね。明日のテレ朝のラインナップはあれ、生出演じゃないかな。テレ朝系のドラマとかの番宣でよくキャストの人が生番宣で走るコース。ヤジテレミヤモーニングバードミヤワイドスクランブル。多分明日はテレ朝ジャックミヤ朝日ホールのコースかと。初動が大事なんだけど今回は心なしかバラエティ少なめ。ピッタンコラプスマン見たかったな。世界不思議発見は出ないのかな。オノマチとやべチスシでてほしかったな。広志主会にデミタニさんと出るだろうけど、いいとも、テレフォン広志さんだと思ってタラトンクルーズだったわ。朝日ホールは死者感があるようなという情報しか見つけられないでいる。舞台挨拶は富山だよな。どうでしょう祭りの日程来たね。今度は行きたい。自分も行きたい。JCB 高い。ヤフートップに祭りが。ごめん。明日の舞台挨拶は確かに富山だった。失礼。なんであんなに仲良しに突っかかってたんだ。台本。いや突っかかってるというかバトしてるっていうか、攻撃してくる人に言い返すってのは今まで散々見てきたし笑ってきたけど、攻撃してこない人で仲良くない人にバリ雑言を浴びせるのは初めて見たから不審だった。関西深夜のスタンダップ面白かった。大阪に舞台挨拶来た時の収録だと思うけど、2人へのインタビューだけで10分はあったし映画の話が充実してたわ。どうでしょうに釣られてうまく反しがいたのが良かったのかな。なんとなく好きくらいの人でも比較的買いやすい値段だし朝一効果もあったらしいし、しばらく懸命と思ったらまたしゃしゃり出てきたなこのゴキブリ。ただでさえすまんねえコメントしか言えねえんだから、なすび、みたいに顔芸でもしてるよゴミが。大泉洋さんウィークは日曜洋画劇場とお試しか。では、てしまうん。お前ってこのクソスレに毎日割りついての、明日のブランチと来週の本までか時をかけるに言われるはず。日テレのバラエティが少ないのは同日に日テレ映画が公開されるからかな。大泉洋の魅力がわからんやつはあれだな。扱いが、アートネイチャーのマスオさんとアナゴさんの CM に気を取られてからテケポンの大泉さんの終わった。週刊新潮にエッセイ初版2万3000部って出てる。エッセイ本としては編集さんも言ってたように頑張って吸ったんじゃない。ブランチの映画のコーナーって午前中だったよね。午後からしかブランチの放映のない地域だから BSTBS で見ようと思ってたのに、いつの間にか BS では放映しなくなってたのね。自分もそのせいで前回は見れなかった。映画コーナーは午前中だから大丈夫でしょう。しかし朝一で探偵に見るから結局録画さ。